今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。無事に2日目終了ということで、はい、2日目というか2回目ですけどね。いや、お疲れ様でした。ありがとうございました。念願のこの、まあ、ちょっと振り返ると念願の、まあ、作刀というか、僕はやっぱり日本刀を使う上で、はい、絶対に一生に一回は自分で自分でというか打ち下ろしの刀を絶対に欲しいと思ってたんですよ。見させてもらいに、ここに来た時に、あそこで僕も決心しましたからね。あ、絶対作ろうみたいな。あ、そうですか。うん、であの時太刀だったじゃないですか。そうで、お見せしたのはそんな感じでしたし、そんなお話をされてたので。そうですよね。でちょっと作りましょうみたいな打ち合わせした時に、太刀で、結構大太刀で鎌倉っぽい感じの、ちょっとコロナで時間が空いたじゃないですか。そうですね。コロナの間に結構なんかやっぱ考えちゃって、守り刀として自分が持ってるんであれば、やっぱこれ三種の神器の剣だろうみたいなイメージがあって、で急遽ちょっとこう剣に変更させてもらったんですけど、この刀の作り方と剣の作り方のこの違いみたいなのって、和鉄を使うという点では変わらないんですが、うん、基本刀は片方に刃がついているので、はい、まあ芯金を入れて皮金でくるむというやり方でやっていきます、うん、ただ、はい、剣の場合は両方に刃がつかなきゃいけない、まあ、それとこう上品に、それと肌がおかしな、なんていうんですかね、うん、寄り方をしたり、そういうことがしちゃいけないので、無垢でやっぱり作ることが多いんです。無垢でというのはつまり 1種類の鋼でもって、うんうん、鍛えてそのまま伸ばしていく。それとやっぱり古い剣を見ていますと、はい、重ねが厚いんですね。厚みがある、うんうん、そういう肉置きをたっぷりしたものを今度鍛造して形作るっていうのは、なかなか難しいですね。はい、今日もその見させてもらった時、やっぱりなんかしのぎを作る、そうです、しのぎを両方に立てなきゃいけないでしょう。あれはもうなんか技っていうかセンスというか技、どっちもですね、まあ、とにかく目はすごく大事ですね。ああ目、そうなんです、両方叩く、うん、両方表裏叩いてセンターはまっすぐ通って、ね、形もシンメトリーじゃなくちゃいけない。もう今日の時点でだいぶもうしのぎまっすぐでしたけどね、かなり。いや、あれ実は難しいんです。あのね、人間の手っていうのはこう叩いていく、ね、結局まあ左手で掴んで右手でこう叩いていくと、うん、絶対癖でねじれるんです、だんだん。あ、だからまあねじれを多少修正しながら叩くし、はい、後半になればねじれないように叩けないと、もうこうねじれた剣になっちゃう。そうですよね。それはみっともないので。ああ、これ、はい、あの見に聞いた歴の人とかやるんですか。そんなことはないか。それができるといいですね。そうですよね。それができればいいですね。逆だったらね、こっちもいけるみたいな人って。いや、それができたらいいなと思うんですけど。なんか日本、まあ日本刀もそう一緒だけど、まあ均等になってるじゃないですか、でもなんかこう右利きが使うようにできるように、まあ面も右表に書くみたいなのも来てるから、右利き用にできてるっていうわけじゃないですけど、なんかそういうところも多少あるかもしれないですね。そうなったら、ね、あると思いますね。切り口としては、はい、道具立ても全部右利き用にできているので、だからね、僕らの世界は修行に入ると左利きでも右利きに強制されるし、もう昔と一緒ですね、はい、で、まあ、刀に関してその右利き用にできてるっていうのはやっぱり武家社会は、刀をまあ腰に刺す場合、こっち側、左側に刺されますよ。だから左側通行しなきゃいけない。刀は絶対左の腰に刺さなきゃいけないから、やっぱり右利きにならざるを得ない。そうですよね。だ、形もまっすぐなのか、少しこう、そうですね、そこですね。そうですよね、好みですか。そ、千瀬さんがおっしゃった、もう刀の原点の原点、はい、というようなことをおっしゃっていたので、できるだけその剣の形も大和の古い、剣の形というのをイメージすると、少し、この幅木元で張って絞って、また頭で少し張る、見かけ上そんな感じの方が、まあ、力強いし良いものができるんじゃないかなと。寸法も大きいですね、剣としては。一尺二寸、はい、見た目よりかなりずしっときたから。そうです。だからファッ、まあ今後だ、出来上がってきた時に初めて時が上がってきて、ファッと抜く時っていうのはすごく楽しみですよね。今回まさか本当は玉鋼から
最初トントントンって潰すだけぐらいをやらせてもらって、あとはもう本当にあの森さんと吉田さんね、東証の2人が来てくださってたから、その3人のやるの作業を見るのかなってずっと思ってたんですけど、まさかここまでこうやらせてもらえると思わなくて、いや本当作ってる感がすごく一緒にあるんです。一緒に作ってる感めちゃくちゃあるんですよ、やってて。だから愛情とか思い入れがもうすでに結構あって、あ、嬉しいです本当に。で、これ大事ですよね。なんか刀から学ぶことが、使ってでも多くて、今回ここに来て、はい、作業をしてて見てるので、あって一致するものいっぱいあって、まず一個本当にあのダメなのがなぜトンチンカンだっていうのは、なぜチンなんだろうって全く分かんなかったんですけど、経験して分かりました、自分で。そうですか三丁分けでね、一発外したじゃないですか、普通にちょっとでも刀っていうか鉄を叩いてればトンテンカンになるんですよね、何でも端っこでも、あ、これかっていう。あ、だから絶対に無意味ってことですよね、まあ、意味のないトンチンカンで、無意味なこと言ってんじゃないよっていうのが多分トンチンカンってことなんでしょう。